シアは、まあ、これまでも民間人 の殺害や原子力発電所に対する攻撃など、まあ、重大な、まあ、国際人道法違反を繰り返してきました。断じて許されない、まあ、戦争犯罪です。こうした、まあ、ロシアによる、まあ、非道な行為の責任を厳しく問うていかなければなりません。こうした観点から我が国として国際刑事裁判所、まあ、ICC による、まあ、捜査や、まあ、国連による独立した調査を支持いたします。我が国の ICC への分担金の支払いを前倒しして行うなど、ICC 検察官による、まあ、戦争犯罪の捜査を後押ししてまいります。昨晩、まあ、ロシア軍による、まあ、残虐行為を、最も強い言葉で非難し、ウクライナへの、まあ、連帯を示すとともに、まあ、G7 としての追加的な対ロ制裁措置を取ることを表明する、G7 首脳声明が発表されました。この G7 首脳声明を踏まえ、我が国はロシアに対し次の5つの柱からなる追加制裁を課し、ロシアに対する外交的経済的圧力を強化いたします。これ以上のエスカレーションを止め、一刻も早い停戦を実現し、侵略をやめさせるため、国際社会と結束して強固な制裁を講じてまいります。第一に、ロシアからの石炭の輸入を禁止いたします。早急に代替策を確保し、段階的に輸入を削減することでエネルギー分野でのロシアへの依存を低減させます。夏や冬の電力需給逼迫を回避するため、再エネ、原子力などエネルギー安保および脱炭素の効果の高い電源の最大限の活用を図ってまいります。第2に、ロシアからの輸入禁止措置の導入です。機械類、一部木材、ウォッカなどのロシアからの輸入について、来週これを禁止する措置を導入いたします。第3に、ロシアへの新規投資を禁止する、まあ、措置を導入いたします。G7 とも連携し、速やかに、まあ、措置を導入いたします。第4に、まあ、金融制裁のさらなる強化です。ロシアの最大手銀行の、スベルバンクおよびアルファバンクへの資産凍結を行います。第5に、資産凍結の対象のさらなる拡大です。400名近くのロシア軍関係者や議員、さらには国有企業を含む約20の、軍事関連団体を新たに制裁対象に加えます。これにより資産凍結の制裁の対象となる個人は合計約550名、団体は合計約40団体へと広がります。次に、ウクライナの方々に寄り添った支援および在留邦人支援について2点申し上げます。第一に、ウクライナ周辺国への人的貢献です。すでにモルドバに JICA のニーズ調査団を派遣し、保健医療分野のニーズ調査に加え、 WHO と連携した形で現地の医療データ管理等に貢献をしています。また今週からはPKO の政府調査団も派遣いたしました。現地のニーズも踏
さらなる人的貢献を速やかに具体化してまいります。第2、ウクライナ避難民受け入れ及び在留邦人支援についてです。昨日も申し上げましたが、ウクライナ避難民の方々が今後とも円滑に我が国に渡航できるようにするため、当面毎週政府がポーランドとの直行便の座席を借り上げ、我が国への渡航を支援いたします。その第1便は早速本日日本に向けて出発をいたします。ウクライナ在留邦人についても自力で渡航手段を確保することが困難な方についてはこの便を利用できるようにいたします。ロシアのウクライナ侵略によって、わかりますか皆さん、日米英に逆らえばどうなるか。つまりですね、これはですね、ね、まあ第二次世界大戦同じですね。組み合わせが変わっただけ。そう、なぜかっていうと明治傀儡政権滅びたから。だからなんですよ。だからこれはまさに平成令和とこういう時代がですね、我ら日本民族と、アメリカ合衆国ですね、そしてあのブリティッシュ英国、こういった国々ですね、エリザベス女王の国々とこういったところでですね、正しい地球を作っていこうという決意があるんですね。ですからこれ次はですね、次の国はもう決まってますよ。そして次の次も決まってます。順番に制裁して順番に彼は滅ぼしていく、そういう考えでしょう。これだけ強硬にやられるともうびっくりしますね。すごいですね。はい、以上です。